ブルガリア共産党は、かつて、ブルガリアに存在した共産主義政党である。1946年から1990年までの社会主義国家ブルガリア人民共和国において、人民民主主義体制の下で国家の指導政党の位置を与えられ、形式的な衛生政党は残したものの、事実上の位置等独裁性を敷いていた。 なお社会党となった後の1991年には、闘争説100周年を祝っている。一方、マルクスレーニン主義の権事を主張した、アレクサンダー・パウノフ率いるグループが1996年に、新たに、ブルガリア共産党を結成。コスタディンチャカロフが1995年に、ブルガリア共産主義者連合を結成。もに、政党連合。 ブルガリアのための連合に加わっているが議席は確保できていない。ブズルジャ記念館1981年から1991年まで使用された記念館がバルカン山脈のブズルジャミネの山頂に廃墟のまま残されている。この建物は1891年のブルガリア社会民主党設立会議がこの山上で行われたことを記念して建てられたものである。 記念碑的建造物として保存が期待されているが、修復維持の予算が確保できないという理由で、2012年に国からブルガリア社会等に所有が移された。ありがとうございます。